はい、毎度お気に入りフェルドです。今回の動画も新型コロナウイルスの最新情報をドイツ現地から皆様にご紹介いたします。今回の動画内での情報はドイツ時間7月23日午後12時までに発表された公式な報道機関によるニュースです。ドイツを中心としたヨーロッパのニュースを主にご紹介しています。また動画上での時間は全てドイツ時間とします。これから先日7月22日のニュースをご紹介いたします。午後10時頃、フランスはコロナウイルスとの戦いで約700万人の人々に無料で保護マスクを提供したいと考えています。フランス保健省の保健相は水曜日夜、フランス2のテレビチャンネルで約4000万枚の再利用可能なマスクが利用可能になると発表しました。フランスでは公共交通機関や閉鎖された公共スペースではマスクが必要です。フランスの国家元首は火曜日にこれに矛盾していました。彼は TF1 で納税者全員にマスクを配る必要はないと語りました。彼は防具マスクを買う余裕のない人々は助けなければならないと強調しました。これから本日7月23日のニュースをご紹介いたします。午前1時頃、ブラジルでは新型コロナが急速に広がり続けています。水曜日、ブラジリアの保健省は6万7800を超える新たな感染を24時間以内に報告しました。これは新記録でした。死者数は1800人以上増加しました。同時刻、ドイツの食肉処理場に関連して2000を超える新型コロナ感染が確認されています。現在の状況によると、所管官庁はこれまでに計2119人の症例をテニーズでの集団感染に割り当てていると保健省の職員はドイツ新聞で述べました。これまでのところ死者はいません。同時刻、米国の首都ワシントンの市長はマスク要件を厳しくしました。彼女は将来的には口の保護も屋外で適用されると説明しました。午前4時頃、南アフリカではコロナウイルスによる死者が過去最高になったと報告されています。水曜日の記者会見で保健大臣は過去24時間以内に572人が死亡したと述べました。特に観光地に人気の西ケープ州は大きな打撃を受けています。午前6時頃、ドイツ医師会の会長は空港にコロナ検査センターを設置することを指示して発言しました。コロナのパンデミックはまだ終わっていないと彼は言いました。ドイツ連邦政府とドイツ州政府の保健大臣が水曜日の切り替え会議で対応するところまで合意したという事実を歓迎しました。今週金曜日、保健大臣はさらなる助言をしたいと考えています。同時刻、ラテンアメリカとカリブ海諸国ではコロナウイルスの感染数は400万を超えています。公式統計に基づく水曜日の AFP 国税調査によると、ケースの半分以上がブラジルから報告されました。午前7時頃、国連は世界の貧困層がパンデミックで家にいるため一時的なベーシックインカムを提案しています。現在132の途上国の約27億人が影響を受けています。これまでに入ってきている情報は以上になります。また新たな情報が手に入り次第皆様にご紹介いたします。それではこれから自分のコメントを言います。まずどんな感じでしょうか。今回初めて動画編集ソフトで取り入れました、新しいやつを。そしてまあコロナの話ですが、ブラジルではまだまだやっぱりピークは超えていない感じですね。死者数も1800人以上1日で報告されていました。でドイツの食肉処理場、まあ結構前から感染者が出たよとか集団クラスターが起きたよっていう話は動画上では言ってましたが、これまでにもう2000人超えているそうです、感染者数が、その一つの食肉処理場から。はい、なのでまあ自分たちが例えばスーパーに行って何か肉を買うときは絶対に裏を見て、どこの食肉処理場で処理された肉かっていうのは必ずチェックするようにしてます。でまあ、アメリカも結構まだまだきつい感じで、南アフリカでも死者が過去最高になったという報告があったり、そして、まあ、ドイツの医師会の会長は空港にコロナ検査センターを設置することを指示しているそうです、はい、日本はどんな感じで、対策が取られているでしょうかということを、まあ、少しでもいいので比較していただけたらいいかなと思います、はい、世界ではまだまだ真剣に新型コロナ対策をしておるので、まあ、日本国民の皆様が、世界各国で現在、どういう対策を行っているか、どんだけ真剣に取り組んでいるか、政府や医師会や、保健大臣が、そういうのも注視して、少し比べてみてください。そうするとどれだけ日本政府が、税金を無駄遣いしているかっていうのは少し分かってくるかもしれません。まあ無駄遣いじゃなくても他にも何かもっといい使い方があったのではないかと思ったり、しているまあ時期ですね。はい。ということです。ということで、これで以上になります。また次の動画でお会いしましょう。それではまた。バイバイ。人には言えない過去だけあるわ。だけど